ポイント貯金&増額投資状況報告。4月は大きなお買い物もあって9619円分貯まりました。今年の累計は28237円。わけ D ポイントが使える日興フロッキーでの投資評価額は215000円。評価益はプラス 7% ほどで15000円ほど日々地道に拡大中。売却で一部損なし、累計661円、配当は159円、累計633円、合計1274円。売却した銘柄はこちら。損なしは配当投資で長期保有銘柄のみ。いただいた配当はこちら。月またぎの入金も多くありました。リートがいい感じに目的の毎月配当に寄与しています。本決算シーズン株価の動きが楽しみです。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。